マンソリー・リネア・ビンチェロマンソリー・リネア・ビンチェロは、ドイツの自動車チューニングメーカーである、マンソリー社が、ブガッティ・ベイロン16.4をベースに開発した、自動車である。ビンチェロとは、イタリア語で、私は勝利するの意を持ち、イタリアの作曲家であるジャコモ・プッチーニのオペラ、トゥーランドット・ノアリア、誰も寝てはならぬに由来する。本校では、同社をベースに開発された。 金色は白った限定モデルであるマンソリーリネア・ビンチェロ道路についても解説する。ノーマルのブガッテ・ベイロンと比べてフロントがやや上がっている。ボディの多くは軽量のカーボン FRP で構成されている。中央のエアインテーク部にはビンチェロのボルトをかたどった装飾が施されている。他には LED ライトを装備し後部排気口が拡大されている。通常のリネア・ィンチェロは 単一色なのに対し、リミテッドエディションのリネア・ヴィンチェロ道路は、金色を多く用いたデザインとなっている。最大の相違点は、前述の金色を用いた、アロイホイールや、ボディに施された、種々の金の装飾である。他にはカーボンに内蔵された、銅線、バックミラー、燃料タンク、ヘッドライト洗浄ノズル等の、カバー LED ライト周辺に施された縁取りなどがある。 ありがとうございます。